よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。はい、ではですね、今回からはね、隠しキャラクターをね、二人クリアしようと思っております。ですね、一つちょっと言っておかないといけないことがあって、バッドエンドをね、ちょっとね、撮ろうと思ったんですけど、三人でバッドエンド。あれね、本当にね、10時間、12時間、いや、もう何時間経ったかわからないぐらいやったんですが、無理でした。結構ミスっちゃったね。運要素も絡むからな。というところで、バッドエンドは、各自、なんかニコニコ動画で見るような形でお願いします。3人のね、しかも新バッドエンドを見るって、そんなにうまみがないからね、やる気が起きないんですよ。12時間やったからいいっしょ。もう、休み1日潰しちゃったよ。ダブルワークしてて、ダブル、1日丸々潰すってやべえ。っていうことで、諦めて、隠し要素ね、やっていこうと思っております。これで、君も、ムキムキモテモテのプロワーカー。あれ?おせんじゃん。おーい。まだできないのかな?電話できる時の状態で、あれ押すんか。ミスったな。じゃあ電話のところまでカットだ。よいしょー、ここまで来ましたで、疑問になってる人はいると思うんですけど、メイと先生はやんないのかっていう話なんですけど、いや、どっちをするかちょっと迷ってるところで、いやー、実際最初メイからしようかなとは思ってるんですよ。理由としてはメイはね、エンディングが2つあるんですよ。2つあるとですね、終わった後に、終わったーって感じじゃなくて、終わってからまたもう一つのエンディング見て、そこで初めて終わりになっちゃうと、ちょっとテンション下がるんですよ。ちょっとテンション下がった状態で、2番目のエンディングを見ることになるから、実際はやっぱ一つのエンディングをしっかりやって、はい終わり、はい終了、わーいが一番楽しいから、そっちにやろうかなと思って上で先生を最後にしたいと思っております。そんなことより早く、あれだからどうせねえじゃん。四角丸四角バツバツバツは、これどうやって押すの、わかんねえぞ。待てよ、おかしいな、どうやってするんだ。通販を利用したいんだけど、通販が利用できないぞ。なんかボタンがあるのかな、これ。このプロワーカーからこの下に行くと、この横に行くというね。じゃあ逆にこれを横にすれば横に行く、ダメー。難しいな。操作ができんぞ。どうしたらいいんだ、これは。お、来た。バツ、バツ、バツ。丸、丸、丸、丸。お、来た来たー来たー、なんかしなきゃなったー。これで通販か。じゃあ、お願いします。配達は今日中か。よし、到着するまで待とう。お、これ。宅配便です。はーい。宅配便でお姉さんってダメだろ。あ、ここ、ハンコください。はい。サインでもいいですか?いいです。へえ、こんな綺麗なお姉さんが配達屋やってるんだな。今、配達屋でお姉さんってダメなんだろ、確か。私の顔、なんかついてる?そんなんじゃなかったっけ、違ったっけ。さては私の顔に、いや、それはそんなことは。図星って顔、にゃー、照れちゃうな、お姉さん。いやいや、そのいや、お姉さんモテモテだな。よし、特別に私の名前を教えちゃおう。なんだよ、彼氏募集中かよ。本当に。もちろん、心して聞くのよ少年。私の名前は九段下舞香、二十歳で独身、スリーサイズは。二十歳で独身だと。しまった、ごめんね。舞香さん、九段下舞香さん、舞香さーん、これ名前覚えれませんわ。よし、早速使ってみるか。本当に効くな。これね、このアイテムは、届いたらすぐ使うようになるんですけど、副作用がすごくてですね、あんまり使えないという。使えるとしてもクリスマスパーティーぐらいしか使えないので、普通にやりたいと思ってる人はこの
通販はあまり使わないように。じゃあね、あの隠しキャラクターをね出すためにはこれを利用しないといけないので、どんどん攻略していただきたいと思います。では、次の8月ぐらいかな、うん、それまでにはカットします。よいしょ、7月になりました。7月じゃなくて6月でよかったんか。6月1日って書いてあるの右上に。1999年789の6月1日発売みたいな感じやろうな、あれはな、うん、一番右上ね、わかりづれー。で、メンバー番号がさっきと同じ R2 を押しながら、あ、もしかしてこのテーブルか、これか、こいつか、あ、これだ、わかります、これ皆さん、これみんなわかるかな、これね、これだよ、この下にあるここの間のこの本の左にあるこれ電話かい、絶対わからんわ、なんかこれ電話、これおかしいだろ。はい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 、オッケーって、俺相当運が良かったってことやな、適当にやったってことは。よーし、来たー、宅配便です。はい、っせー、音楽すごいな。少年、今日も元気かね。めっちゃ元気です。ええ。うん、それはよろしい。はい、これ。ああ、もちろんハイサインね。ところで誰だっけ？マイコ？マイコやだっけ？マイカさん。お、名前よく覚えててくれたね。よっぽど印象的だったかな、お姉さん。で、全然覚えてないけどね。まあ実際二十歳にこんなお姉さんいないけど。あの、その、この間の続きなんだけど、いけない、前の人のところにボールペン忘れちゃった。少年、ポインでいいや。あ、いや、はい。はい、ありがとう。じゃあね、少年。あー、マイカさん、行っちゃったよ。よーし、じゃあ早速使ってみるか。本当に聞いてるのかな、まあいいや、っていうか、これ何だっけ、睡眠学習装置。いや、化け物が学習装置はな、今すげえ便利だからな。で、まあそんなことはどうでもいいんで、じゃあ次行きまーす。よーし、9月になりました。わかりやすいね。3の倍数で数えていけばいいんやな。3月、6月、9月、12月で12回か。そういうことか。なるほどね。4月からやったらおかしいもんね。4、7、11、1とか言って全部ずれていくもんな。ああ、それじゃダメだよな。ということで、今回はこの、これ1本でたくましくすっぽん濃縮 Z。こちらをね、買いに行きたいと思います。カーソルをこの携帯のところに合わせて、すげえ動く。このポチだけですげえ動くな。はい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 。よーし。マイカさん、おはようございます。やあ、少年、こないだごめんね。で、私の3サイズは上から89、56、86。でかくね？あれ？俺なんかさ、誰だっけ、最大の胸って言ったら誰だったっけ。あ、一文字か、一文字が、あ、でかいわ、92あるわ92あるわ、3年目で92、でかいな。楽しみにしてたんじゃないの、最初に会った時聞きそびれたから。突然だったから動転しちゃって、それにしてもちゃんと覚えてくれたんですね。当たり前よ、こう見えても私記憶力抜群なのよ。ほんと抜群やな、だって3ヶ月に1回しか頼んでないのに、もうその1日をね、そのめっちゃ宅配する一つ覚えてるなんてな。はい、これお届けも。あ、どうも。はい、ダリー。あ、なんかハンコがサインいらないの？いりませんと。スポーン、スポーンってな。よいしょ、完全に忘れてたぜ。ではね、やっとね、光がね、やっとですよ、やっと神社に来てくれたので、デートに行きたいと思います。で、こっから、さらに 50% で。
もうデートに誘うだけで30分も経っちゃって、マジデートに誘うだけなのに。おお、あれ俺これ初めて見るかも。この雰囲気やっぱ縁日はこうでないと。そうだね、やっぱさこれが基本だよね。ゆかた、あ俺光のエンド、そっか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 、先生で終わりみたいなこと言いよったけど、あれだ、光のもう一個のエンド見てねえわ。ああそういえば忘れとったわ。あーじゃあそれが最後。いや待てよ、先生を最後にしたいから、メイやって光やって最後先生だな。ああ間違いねえわ。うん、すごく似合ってる。そうよかった、めったに着ないから。なんかイメージはちょっとなんか水色っていうよりもちょっとピンクが、ピンク色の赤寄りみたいな、そんな感じのイメージ。いらっしゃい、いらっしゃい。きたー、 50% 一発で引いた。あれこの声、ほら少年。おー前かさん、ここでもバイト。あったり、似合ってるでしょ。うんうん、少年かさん、お似合いの彼女連れて隅に置けないね。てかこういう人たちってなんでこうバイトをするんだろう。あ俺みたいな感じか。あーそっかそっか、そんなんじゃ。ママ照れない照れない、それより一話買ってかない。はっはー、お世話になってるし、ゴールデンキヨコをあげよう。あそちらのお客さん、ピンク全部一緒じゃん。ヒヨコか、ヒヨコ飼ったらさニワトリになるじゃん。あでも卵産んでくれるんか。あ、光、いつも家に来る宅配の人だよ。バイトしてるらしいね。そう、綺麗な人だったよね。うわ、焼いてる。あ、私、給与思い出しちゃった。え、光じゃあね。あ、怒ってたよな、やっぱり。マジかよ、こんなんなんだ。マジか。あ、やっぱ怒るもんは怒るんだな。と言ってもね、これね、まだあれやってないというね。で、分かったのがね、このプレ2のこの真ん中の光、もうめっちゃ下に行く、光った状態でめっちゃ下に勝手に行く、もう下に勝手に行くから、うん、くそ、もういや、もう十字キーだろ、くそ、せっかく 3D スティックでやったらやりやすいよっていうのを教えたかったのに。あ、しかも電話できんや。あ、まあいいや。じゃあ、次の9月まで飛びたいと思います。よーし。キャッチセール。雨じゃん。よいしょー。今回はヒカルとね、ちょっとね、まあ、気分転換に、ファンシーショップでも行こうかな。はい、今日はどこに行く？よーし、来た、やっと来た。お、待ち合わせデートっていう意味がわからなかったな。そうか、待ち合わせデートっていうのはこの選択肢が出て初めて待ち合わせのデートなのか。で、それでようやく 33% の確率で出るというやつか。そういうことか、待つぞ。無理だったっぽいなぁ。お、来た。あ、よよ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 よ、あー飛ばした。くそー、もう一回やる。俺もう一回やる。よーし、来たぞ。今度こそ失敗はしないぞ。 33% の確率だからな。さあ来い。で、この赤井さんが来た後に来るという。来い、来たー。33%って何だったんだ。英会話に強くなる耳寄りな情報を。少年、こうやって見ると可愛く見えるな。綺麗なお姉さんだな。なんかザ・お姉さんって感じがするよな。あ、マイカさん、またバイト？今度は何？いや、あ、またね。でも今英会話がどうとか耳寄りななどと言ってなかった？いや、空耳かな、それ。え、いや、なんかいつもと違うね、マイカさん。いや、
は割がいいと思って今日から始めてるんだけど、怪しいんだこのバイト。じゃあそんなんすんなや。え、そうなの？じゃあそんなのすぐにやめた方が。分かってるわよ。ただ私にもプロのアルバイターとしてのプライドってものは。アルバイターなんや、アルバイトしてるやつは。じゃあ俺じゃなかったら騙して売りつけてたの？まさか本当に契約したらクーリングオフってやつを説明してやって、それでクーリングオフって、そのなんか詐欺あった時のあのあれじゃん、なんか解消法のやつじゃん。それで君はマニュアルに出てた見本通りだから注意しなって、そう言ってやろうと思って。とにかく今日あったことは忘れてね。じゃあ詐欺じゃん詐欺。別に悪いことをして儲けるつもりはないんだな。少しほっとしたな。ところで俺はカモの見本だってことを、まあそんな顔してるんやろうな。今の誰だ？そうなるな、そうなるよな。あ、いつも家に来ている大発のさ、バイトしてるらしいね。あ、そうだ、私休養思い出したから帰るわ。じゃな。え、赤井さん？ではさようなら。はー、怒ってたよなやっぱり。でこれ全部収録してんか、すげえな。ときメモの完成度すごすぎだろ。じゃあ次は12月だな。12月もまたなんか別のイベントがあるから、それもねまた忘れないようにしないとな。でこれも、あ、今度はデートだな。普通のデートをした時に 33% の確率で来ると。やったー、待ち合わせはね、デートを2回ね予約しないといけないというめんどくさかったからな。よし、じゃあ次行ってみよう。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。